はい、よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたら、グッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。これまでのこう変わり種のガチャに関する話題、皆さんと共有してきましたけど、今回もちょっと2つの記事と1つのツイートが出ていましたので、合わせて3つですね、紹介していきたいと思います。まず最初はこちら、下野新聞からです。高さ 2.4 メートルガチャ登場、151イベント PR へ、鹿沼市花木センターでしょうか、花木センターでしょうか、記事に行きます。いちご市鹿沼をアピールする市のイベント、いちごの森2022の一環で、これはしげろ、もろでしょう、もろの1花木センターでしょうかに、11日高さ 2.4 メートルの巨大いちごガチャが登場した。これですね、来場者の目を引いている。ガチャはいちご関連商品を取り扱う市内22店舗を対象としたスタンプラリーの達成者が楽しめるアトラクション。各店舗の商品購入でスタンプが得られ、無料通信アプリ LINE を使うと3つ、紙の台紙では5つのスタンプを集めると挑戦できる。同センター広場に設置されており、いちごの写真やいちご市のロゴでカラフルにラッピングされた、いちごの写真やいちご市のロゴでラッピングされたですか。直径16センチのカプセルには、鹿沼産いちごや鹿沼和牛、市内で使える商品券などの引換券が入っている。あ、そういうことなんですね。もう普通のこう中になんかグッズが入っているのに引換券が入っていると。なるほど。12日も家族連れなどが会場を訪れ、大きなダイヤルを両手で回してさまざまな景品を引き当てた。家族4人で訪れた日吉町会社員星野純平さんは、商品はウエットティッシュだったが、ガチャ好きの子供が喜んでいるという方と話した。スタンプライト1個のガチャの抽選は、この21日まで実施していると。あ、というと、その引き換えなく当たりということですか。まあ、外れるところがウエットティッシュということなんでしょうね。まあ、こういう感じで、こんな感じですか。なかなかやっぱり大きいなっていうのは分かります。なんかグッズが入ってるかと思ったんで、まあ、そういったウェットティッシュならやっぱり直接入ったでしょう。まあ、その他に当たりで引き換え券などが入っているんだなということですね。はい。続いてこちらですね。はい。あなたの静岡新聞から、キキチャガチャで飲み比べ、静岡の高校生考案、新東名サービスエリアなど4箇所設置されます。記事にいきます。静岡商工、商業高校でしょうか、駿河総合高校でしょうかの生徒4人が17日、静岡茶を魅力アピールするために考案したカプセル自販機、キキ茶ガチャを新東名高速道のサービスエリアなど静岡県内4カ所に設置した。カプセルの中はティーバッグが3つ入っていて、品種や収穫期が異なるお茶の飲み比べが楽しめる。1回300円、設置期間は4月24日までということですか。300円でティーバッグ3つ。どうなのかなという感じですね。いや、4人は静岡市主催の講座、高校生まちづくりスクール、ビジネス生の修了生、生産量が減っている静岡茶に着目し、課題解決に向けた新たな取り組みを考案した。カプセルには聞き方の楽しみ方や、正解が書かれた資料も入るなど工夫し、何の正解？なんかクイズがあるんでしょうか。地元企業の静鉄リテイリングの協力で実現した。同市葵区、飯間の新東名高速道路サービスエリア、ネオパーサ静岡、各国下りの静岡マルシェの下り店では、多くの客連れがショートメで自販機のハンドルを回し、カプセルを開けて楽しんだということなんだそうです。どうなんでしょうね。300円でティーパック3つなら、まあ、どうかな。でもスーパーに行くと300円だったら、こういうとか20個のパックが返さない気もするんですけど、まあ、飲み比べということを考えれば、まあそれなりの料金なんでしょうけれども、どうかなという感じ。ティーバッグ3つで300円、ちょっと高いかなという気がするんですけど、まあアイデアの一つということなんでしょうね。はい。で、最後はこちら、宇都宮餃子、やっと宇都宮餃子会からのツイートです。速報、販売数3000個突破。宇都宮餃子ガチャ販売開始から10日目で、なんと販売数3000個を突破しました。宇都宮市内に限られたガチャに、場所にしか設置していないのに、たくさんの方にガチャを楽しんでいただけて本当に嬉しく思いました。で、まあ、先日も少し紹介しました、この宇都宮餃子ガチャ、まあ、餃子をかたどったこのキーホルダーが入っているというガチャなんですが、まあ、それが3000個を突破したということなんだそうです。まあ、10日で3000個すごいな、まあ、1日300個ですが、すごいなと思うんですけれども、今後もこのペースで売れるとはちょっと思えないんですよね。何かこう継続したイベントを考えてほしいなという気がするんですけど、何かそういうのがあるんでしょうか。そういうのがあれば、まあ、継続して今後も宇都宮の餃子を盛り上げていけるかと思うんですけど、その辺りをちょっと知りたいところです。はい。では今回のこの2つの記事です。最後のツイートですね、概要欄に
く貼っておきますので、興味がクリックして読んでいただいて、僕のお聞きちゃがちゃなど楽しんでみたらどうかなというふうに思います。では今後もこうした形で、聴取などに掲載された有用ニュースや楽しみで皆さんと共有していただいた方はどうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。